ね、堂々と信号を無視していきましたね。はい、前方から京阪バスが走ってきてますね。対向車に注意しないとね、何が出てくるか、バスの影から何が出てくるか分かりませんからね。はい、大丈夫みたいですね。車線はみ出してくるからね、もう怖いですね。はい、今日は信号あまり引っかかりませんでしたね。エレカツのマニア、とんかつ屋さんですかね。なかなか行けてませんがね、お腹空いてきましたね。はい、左手にね、薬局の赤カフェです。